よろしくお願いします。お願いします。ようこそお越しいただきました。さあ、和牛のお二人ですと紹介しましたが、水田さん、水田さんと呼んじゃいけないようなその目線、リヴァイですか？リヴァイだ。そして川西さんは？僕はエレンですね。はい、はい、さあリヴァイとエレンでご登場いただきました。よろしくお願いします。小太りリヴァイですよね、あなたね、うん、デブイだ。だいぶ小太りリヴァイの大丈夫、 リバウンドとかの方がいいんじゃないですか、 なんかね、そういうね。お前の両足の骨を折る。知らないのかこのセリフ。知らない、すいません。いやー、水田さんなりきってますね今日は。ありがとう。あ、なりきってるんじゃないんですね。リヴァイだ。さあ、もうそろそろやめんと収集つかへんくなるぞ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お二人ともとてもお似合いなんですけれども、ここからもう一方ゲストをお迎えしたいと思います、うん、現在大人気のあの方です。宇垣美里さんです。どうぞ。宇垣さん、うわ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 、すごいの来たよ。すごいのが来た。どう見ても宇垣さんじゃない。あ、来た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 。ちょっと待って、どういうことだ。来た。ちょっとリヴァイ、どういうことだ。俺持ってないから、その戦うやつ。ちょっとリヴァイ助けて。ちょっと宇垣さんは、宇垣さんどこ行ったの。宇垣はどこだ。宇垣さんは、宇垣はどこだ。どこ、戦わなければ勝てない。あ、宇垣だ。宇垣、さあ、かっこよく登場してくださいました。恥ずかしかった。大きな拍手をお願いいたします。よう似合ってはるわ。すごいね。いや、もう役目終わったみたいな形になってるやん、なんか自分の役目終わりました。さあ、皆さんもう少し左側にご移動いただいてよろしいでしょうか。はい、ちょっとごめんね、ちょっとそっち行こうか。ちょっとこっちやね、ちょっと下がろうか。巨人一歩ね、そう、一歩下がろうか。小西さんの横まで下がってください、はい、そしてここ、ね、ミカサとなって巨人から川西さんを救ってくださいましたのは宇垣美里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宇垣さん、はい、最高にかっこいい登場ですね。いやー、もうなりきるしかないので。でもなんかやっぱ気持ちがいいですね。こうやって巨人を駆逐していきたいなって思いました。思いますよね、はい、どんどん。リヴァイいかがですか。全員が感動していた。一人残らず。感動してないやつは駆逐してやる。一人残らず。真似してるんですか。いろんな名シーンを今日は散りばめていこうと思います。たくさん散りばめていただきましょう。ありがとうございます。さあ、それではいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、この発表会の前に皆さんには、もたもたしてるな。兵士がもたもたしてる。結構長くって、はい、ありがとうございます。難しいですよねこれね。今日はですね、もうすでに会場内ご覧いただいておりますので、ぜひ見どころのポイントなど聞いていきたいと思います。宇垣さん、いかがでしょうか。やっぱりあのこの私巨人戦闘の場所が一番好きで、あのもう本当にその世界に没入したような気分にもなれますし、あとところどころにいろんなあのエッセンスが散りばめられておりますので、うん、これはっていうのをこう一つ一つ見つけるのがすごく楽しいなと思いました。はい、ここはですね、巨人対戦がなれる、うん、とてもインパクトのあるお部屋となってますが、うん、ぜひその映像と音の迫力、うん、皆さんにも楽しんでいただきたいと思いますが、内容はちょっと秘密にしておきましょう。さあ、川西さんはいかがですか。どこが、はい、いや、すごい原画を楽しみに来たんですけど、でもこの入る、まずその入ってすぐのオープニングシアターっていうのがあって、それがもう、いいですよね、はい、オープニングシアターっていうのがあって、でそこで、なんかこう、すごい煽ってくれるんですよね、気分をね。でこの世界に引き込んでくれる感じがより楽しめるなと思いましたね。そうなんですよ、人生の選択が迫られるということで、そうそう、結構覚悟を決めないと進めないところなんですが、うん、人生の選択といいますと、和牛のお二方はこう今まで生きてきた中で人生の選択に迫られたシーンってどんな時でしたか。ここからは喋るんやね。おー、いや、目を音から
人生の、ね、何やろ、でもこのね お笑いする時もそうやけど、ボケなのかツッコミなのかっていうのも選択やしね、え、なんでしょう、こう大阪でやってて東京に出てくるのも一つの選択やったし、なんかあります、最近そういう。そうですね、ヨガに通うか通わないかっていう感覚。ヨガ、確かにね、おしゃれ。結局それどうしたんやったっけ。通うことにしました。通ってこれなんやの大抵もうちょっと、ね、シェイプアップしたらリヴァイっぽくなったかもしれへんけどまだ生きたてやから。そうやね、そうですね、なるほどね。